トンネルを抜けたら、新十津川町に入りました。その前は東別町、東別町でいいかな、東別市、どっちだろう、東別町か。十津川町にあるのが何でしたっけ、天空の集落がありますね。果てなし集落ですね。高野山から熊の、あ、キツネだ。高野山から熊野に行きたいと、その時の、大変な道だけど、近道があるんですね。それが小平地っていう道になります。 その最後の難所が果てなし集落の果てなし山脈を越えて、その果てなし集落を抜けていくと、あ、違うな、まああれです、十津川村にそういうところがあるってことですね。あっちにも熊はいるんだけど、めったにいない。